池谷総大は、静岡県浜松市出身のプロ野球選手。左投げ左打。横浜 DNA ベイスターズ所属。浜松市立関市小学校2年生の時に、軟式野球チームの浜松ドジャースで野球を始め、6年生の時には、中日ドラゴンズジュニアでプレーした。浜松市立関市中学校では、軟式野球部に所属し、エースとして、 春の県大会3位となった。その後静岡県立静岡高等学校に進学。1年秋からベンチ入りしたが、腰痛に苦しみ1年間公式戦での登板がなかった。2年春に公式戦初登板し、同年秋の東海大会の途中から背番号1を背負った。同大会で優勝し、3年春の第89回選抜高等学校野球大会出場。 小塚田との1回戦に先発して7回1失点で勝利投手となる。2回戦では、根尾明、藤原京都らを擁する大阪桐蔭と対戦。初回に6失点するもその後は2回から7回まで無失点に抑えたが、2点リードの8回に逆転され、結果的に9回途中11失点で敗れた。3年夏は、静岡県大会準決勝で敗れ、 二期連続での甲子園出場を逃した。二学年上に、堀内健吾。一学年上に、鈴木翔平がいた。2019年5月3日その後ヤマハに入社。二年目の夏に、第90回都市対抗野球大会に出場し、JR 東日本との2回戦に救援で大会初登板したが、チームは敗れた。同年秋の第45回社会人。 野球日本選手権大会にも出場し、王子との2回戦で、9円当番し1回を無失点に抑えた。3年目となる2020年10月26日に、行われたドラフト会議にて横浜 DNA ベイスターズからご一指名を受けた。11月24日に契約金4000万円、年俸720万円で仮契約した。背番号は前シーズンまで、 スペンサー・パットンがつけていた53、ありがとうございます。